こんにちは、日光大使です。今回はですね、丸太を運んでますよ。先ほど高速道路を降りて一般道に入った途端、ご覧のような渋滞にはまってます。 3,4 分待ってますが全然動きません。このまま待ってると配達に遅れますので、あの路肩を使って前に出たいと思います。では、少しバックして、ハンドルを右に切って、よいしょよいしょ、前に出ていきたいと思います。黄色のトラックがちょっと邪魔な感じですが、いけますかどうか。ゆっくり行けば大丈夫そうな感じですが、ミラーで見る感じ、ちょっと当たりそうな気がしますが、いけるかな。ああ、だいぶ傾いてきてますね。当たりそうですね、これは。ああ、今接触マークが出ました。当たりましたね。傾いてますね、これは。あとは乗用車だけでなんとか前に進めそうですね。ゆっくり行けば行けそうな感じです。ああ、いいですね、このアングル。かっこいいトラックですね。ギリギリの感じで進みます。標識が大丈夫でしょうか。あ、今また BMW ですかね、当たりましたけども。ああ、そこ2台突っ込んでますね。あれが渋滞の原因かな。ちょっと邪魔ですね、あれは。ミニクーパーを避けて前に行きたいと思います。あ、配達の時間の警告が出てますね。今ミラーで見るとミニクーパーが当たりそうですが、どうでしょうか。お、また接触マークが出ました。いいでしょう。まあ、はい、これで渋滞抜けました。お疲れ様。